こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかなと思ったんですが、3月に入ってね、まあ急にね、花粉症がひどくなりまして、今もね、鼻がね、詰まってるような、そんなね、状況でして、まあ昨日もね、全く寝れない、まあ喘息もね、始まってしまって、ずーっと咳込んでしまって、それでね、鼻はずるずるずーっと出てるみたいな、そんなね、状況ですけど、まあ、今もね、鼻をすすったりね、しながら、ちょっとね、まあ今日もね、頑張って配信していこうかななんて思います。はい、それでね、今日ね、何話そうかななんて思ったんですが、運が悪い人は〇〇じゃないっていうようなね、そんな話をしようかななんて思います。まあ逆を言えばね、運がね、いい人は〇〇だっていうようなね、そのね、こう話なんですけど、まあ運がね、いい悪いってね、まあ自分でもね、まあ日によってね、まあ今日は運がいいな、運が悪いな、みたいな、そんなね、感覚っていうか、そんなものはね、結構ね、まあ自分でね、分かっている。まあ来てはね、いるんですけど、まあ自分はね、運がいいっていうふうにね、思い込むようにはね、しているんですけど、じゃあそのね、運がいい時とね、運が悪い時ってね、何が違うのかっていうとね、まあ運がいい人にね、とかね、うまくいっている人に、まあある方がね、なんで運がいいんですか？なんでね、うまくいってるんですか？っていうのをね、もうたくさんの人にね、聞きまくった人がね、いるそうなんですが、そうするとね、まあ結構なね、割合で、どういうふうに言ったかっていうと、運がいい人、うまくいっているとは、素直だっていうことをね、言っていたそうです。素直。まあ、じゃあ、運がね、悪いって人はね、何かって言ったら素直じゃないっていうようなね、そんなことだと思うんですけど、まあ、素直じゃないっていうのはね、まあ、ひねくれていたりね、まあ、拗ねていたりっていうようなね、そんな状況の人がね、やっぱりね、まあ、素直じゃないっていうようなね、そんな人ですけど、じゃあ、なぜね、そういうふうにね、なってしまうのかっていうのをね、ちょっとね、まあ、掘り下げていくと、まあ、そのね、運のね、良し悪しっていうのがね、そこでね、決まってくるのかな、なんて、そんなこともね、中ですごくね、わかるな、っていうようなね、そんなことを話ですんでね、ちょっとね、そんな話をしていくんですが、じゃあね、まあ、そうやってね、まあ、ひねくれてしまう、まあ、拗ねてしまうっていう、脳のね、まあ、根底にあるのは、なぜそういう風になってしまうのかっていうのは、実はね、まあ、相手にね、何かを伝えようとした時に伝わらないっていうようなね、そんな時のことが、まあ、それがね、まあ、1回や2回ね、ちょっとね、伝わらなくてもあんまりね、感じないんですけど、それもね、何回もね、言っても、なかなかね、伝わらない時っていうのはね、まあ、どうせ俺が言ったって伝わらないんだ、みたいな、そんな感じでね、まあ、拗ねてしまったり、まあ、ね、そういうふうにね、まあ、素直じゃなくなってしまうっていうようなね、そんなことに、ね、なると思うんですけど、まあ2歳児でね、考えると2歳児っていうのはね、結構ね、イヤイヤ期っていうのがね、あるそうです。まあ自分子育てしなかったんで、ちょっとね、そういったのわからないんですけど、2歳児ぐらいになるとね、自我がね、芽生えてきて、それでね、こうやることなすことすべてにね、いや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 みたいな、そんなね、時期がね、あるそうなんですけど、それっていうのはね、自分のね、要求っていうか、自分がね、こうしてもらいたい、ああしてもらいたいっていうね、まあ、自我が言われて、こうしたい、ああしたいっていうものをね、なかなかね、伝わらない。まあ、親にね、それをね、なかなか、まあ、両親にね、お母さん、お父さんにね、伝わることができないと、まあ、反抗期、まあ、なかなかね、自分の思いが伝わらないんで、ちょっとね、拗ねてしまったり、まあ、そんな風にね、まあ、いや、みたいに、ね、なってしまうんですけど、それがね、2歳、3歳、まあ、2歳からね、3歳ぐらいになってくると、まあ、まあ、言葉でね、伝えられるようにね、なってきて、そうするとね、そのね、いやいやって言ってることが、まあ、なんかね、まあ、非効率っていうかね、そこまで考えてるかどうかわかんないんですけど、まあ、それがね、だんだんなくなってきて、まあ、そういった、いやいや気っていうのがね、なくなるそうなんですが、やっぱりね、人にね、伝わらないと、そうやってね、まあ、拗ねてしまう、ちょっとね、よだれが出てきてしまう、すいません、拗ねてしまうみたいな、そんな感じで、まあ、素直じゃね、なくなってしまう。ただね、まあ、そうやってね、まあ、大人になっていくと、そういう風にね、人に伝えることができるようになって、そういったこともないって言うんですけど、でもね、大人になっても結局ね、まあ、自分のね、言っていることが伝わらないっていうとね、やっぱりね、拗ねてしまう。逆にね、自分がね、相手がね、まあ、伝えようとしても、なかなかね、自分がね、こう、分かってやれないとか、そんなこともね、多
多々あると思います。まあ、夫婦間なんかはね、特にね、まあ、喧嘩の原因っていうのはね、やっぱり相手にね、自分の気持ちが伝わらない。それでね、相手の気持ちもね、こう伝わらないって言って、それで喧嘩になってしまうっていうことがね、多いんですけど、まあ、そこでね、やっぱりひねくれてしまったり、まあ、拗ねてしまうっていうようなね、そんなことで、まあ、喧嘩になってしまったり、まあ、ずっと口聞かないとかね、そういう風になってしまうんで、そういうね、状況でいると、やっぱりね、まあ、波動っていうかね、そんなのも悪くなって、まあ、運がね、悪くなるなっていうのはね、すごくね、わかるなっていうね、そんなね、感じになります。だから、そこをね、まあ、例えば自分がね、相手にね、伝えようとした時に、まあ相手がね、全く分かってくれない。じゃあ、全然分かってくれないって思った時に、でもね、相手にね、そういう分かってもらえない時もあるよね、みたいな、そんな感じで、まあ相手をね、許してあげる。まあ、なかなかね、伝わんないよね、自分の話、みたいな。まあ、一瞬はね、聞いてね、なんかね、まあ、素直じゃなくなってしまってもね、でもその後、まあ、聞いてなってしまっても当然だよねなみたいな、自分もね、まあ、相手のね言っていることもなかなかね自分がね分かってやれないっていうのも当然だよねみたいな、そんな風にね、まあ、自分をね許してあげる。それで相手もね、なかなかこう自分の言ってることが伝わらないっていうことをね、まあ、許してあげるっていうようなね、そんなことで、まあ、そのね、拗ねたり、まあ、ひねくれたりっていうようなね、そんなことがねなくなって、まあ、これね結局まあ、そういったね、まあ、ことで喧嘩になったり、まあ、そういうふう、まあ、やっぱりね、心っていうものがね、すごくね、こう乱れてしまう。そうするとね、運っていうのはね、下がってしまうんで、まあ、そういったことを認めるっていうことがね、本当にね、素直な性格なんじゃないかな、なんて。まあ、そういうふうにね、なってしまうのは当然だっていうことをね、認めるっていうことがね、一番ね、素直なね、考え方っていうようなね、ことで、なのでね、まあ、運のいい人っていうのはね、素直、運が悪い人っていうのはね、素直じゃないっていうことで、まあ、素直じゃないと、まあ、そうやってひねくれたり、まあ、拗ねたりしてしまって、それでね、まあ、どんどん波動みたいな、そんなもの、周りの、ね、空気をね、悪くしてしまうっていうことで、運がね、下がってしまうっていうことですので、そこを認めてあげる、こういう気持ちになって、相手にね、伝わらないのは当然だよね、みたいな、そんな感じで、まあ、相手もね、許してあげて、自分も伝わらない、自分にね、だんだんイライラするんではなくて、伝わらないこともあるんだよね、みたいな、そんな感覚で、まあ、いると、まあ、結構ね、自分が素直になれてね、まあ、伝わらなくてもいいか、みたいな、そんな感じで、そうするとね、怒る気にもね、あんまりね、ならないっていうようなね、そんな感じで素直にね、なれるんじゃないかな、なんて思って、喧嘩もね、そういったね、トラブルとかそういったのもね、減って、結局はね、運がね、良くなるんじゃないかな、なんて、そんな風にね、すごくね感じたのでね、ちょっと今日の話をしてみました。はい、ではね、今日の話はね、運が悪い人は〇〇じゃないっていうようなね、そんなタイトルで、まあ、そこの〇〇っていうのは素直じゃないっていう、まあ、素直じゃないっていうことはね、拗ねていたりひねくれていたりっていうようなね、そんなね状況ですので、それをね許してあげるっていうことがね、一番、まあ、運をね、悪いそこの、ね、状況をね抜け出すためにはね、まあ、大切なことだなって、そんなことをね感じたのでちょっと話してみました。はい、ではね、今日の話が良かったなって方はグッドボタン、またはチャンネル登録、まだの方はぜひチャンネル登録お願いします。はい、では今日も最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてる、ありがとうございます。